軽量化は自動車技術でも最も難易度の高い挑戦。国産車及び国産メーカー推しの皆さんこんにちは。理系な車好き諸子の間でここ最近ちょっと話題になったニュースといえば、7月17日に発表された鈴木の技術戦略説明会であります。トピックとなる技術の柱はいろいろあるのですが、 今回はあんまり理系ではない担当でも驚いた軽量化に話題を絞りつつ、最近の車はどうなってるの的な背景をお伝えしましょう。というわけでお題は、次のアルトを現行モデルより、100kg 軽量にするという鈴木の予告。一見地味に聞こえるかもしれませんが、 実は車の開発でも最も難易度の高いチャレンジの一つが軽量化なのです。思いつくままにその理由を挙げていくと、まず、衝突安全性能の評価基準が年々厳しくなっているため、丈夫で乗員を守る余裕のあるボディを作るために重量やサイズは増加中。 そして事故そのものを防ぐための先進安全機能も年々高度になり、そのためのデバイスが増加中、さらに燃費や排ガスを抑えるといった環境性能を高めるための、ハイブリッド機構や排ガス浄化装置といったデバイスも年々増加中といった具合に、新しい車であればあるほど重くなる傾向があるからです。 ちなみに一般的な軽自動車の重量を、ボディタイプ別なんとなく書き出してみると、軽スーパーハイトワゴンパイプ 900-1000kg 前後、軽ハイトワゴンパイプ 700-900kg 前後、軽ハッチバックパイプ 650-800kg 前後、といったところが平均的な重量分布ではないでしょうか。 軽より一回り大きな登録者のベーシック車種である B セグメントのコンパクトハッチバックの重量のイメージは下記などとなっていますノートが重いのはフルハイブリッドのためで他産モデルはガソリン車の重量スイフトパイプ 910kg ヤリスパイプ 940kg フィットパイプ 1080kg ノートパイプ1 2 3 0ラムそんな中、最もベーシックな軽ハッチバックに属する原稿のアルトの重量はというとアルト、原稿モデル、旧世代目パイプ6 8 0ラムベーシック車種の多いハッチバックでもミライース6 5 0ラムに次いでアルトとラパンが軽いという感じになっています その現行型アルトからさらに1 0 0ラム軽いとなると5 8 0ラムということになり、直型の10代目アルトは大胆な軽量化で、話題となった先代の8代目アルト6 2 0ラムを飛び越えて、なんと7世代も前の3代目アルト1988年に並ぶのだとか、 88年の軽自動車といえばまだエアバッグも装備されず、90年代後半からようやく登録者への採用が始まる衝突安全ボディや、前述した様々なデバイスもほとんどが未装置の状態。もちろん軽くてエコだから安全装備等は、基準以下でも良いということはあり得ず、磁気型アルトは現行型より、 さらに高度な最新の安全装備や環境装備が求められるのは必至です。BEV 一辺倒から多様性のあるエコ技術の再評価へ。ちなみにドイツのコンパクトカーがどうなっているのかもチラ見しておくと、すでに生産が終了しているフォルクスワーゲンのスモールカー、アップ。で9 0 0ラム大前半。 フォルクスワーゲンの次期主力スモールカーと目される ID2 は BEV なので、バッテリー重量が重むことからも 1400kg 前後になることは避けられそうにありません。では、磁期型アルトはどうやって軽量化するのか当然、新素材や新構造などの開発も必要とされるはずですが、 例えばカーボンやチタンといった我々素人でも思いつく素材は、高価で生産性も低く、大衆者には向くとは思えません。それこそあらゆる技術や合理化を総動員しつつ、それらに加えてボディ骨格を極限までシンプルにする。機能を見直して不要な機器を断捨離れするといった。 いわば雑巾を絞るような総力戦となるのは明らかです。それでも重量が軽ければ、エンジンもモーターも小さくてよく、資源やリサイクルへの負担も少なく、車だけではなく道路や埋設された水道管やガス管へのダメージも小さくなります。鈴木によれば車重が2 0 0ラム軽いと、その分材料は少なく、 製造時のエネルギーは20%少なく、走行に必要なエネルギーも6%少なくて済むのだとか、こうした企業哲学は小小短、小中系担備、小中系担備、という鈴木の行動理念として歌われていて、響きからして日本っぽいというか、ど根性論見たいという皮肉も飛んできそうな気もしますが、 猛暑と地球温暖化の関係がいよいよ否定できなくなりつつある昨今その重要性は日に日に増していると言っても過言ではないでしょうこれまではメディアの論調も含めてエンジン車を廃止することこそが車界における温暖化対策の唯一の切り札であるかのように懸念されてきたわけですがここへ来てトヨタのマルチパスウェイ 脱炭素に内燃機関を含む様々なパワートレーンの合わせ技を用いるに代表されるように BEV 絶対論で見落とされてきたハイブリッドの長所やエンジンの効率の良さなどが再評価されていることも鈴木の戦略につながるものがありますもちろん今後はこうした日本式の小、小、 軽単美な車が唯一の正解になるという極端な話でもありません。大前提として文化や生活のレベルに応じて、超高級車やスーパースポーツも含む様々な車が存在することは重要なテーゼで、それぞれが実現可能な進化を目指すというスタンスにこそリアリティがあるというのは、多くの車好き諸子が信じるところでもあるでしょう。 とはいえ将来の世代に持続可能な環境を残すための有望なソリューションとして、日本メーカーの得意とする車の軽量化に今後も注目であります。